を詳しく見ていきますね。 F3 戦闘機開発は急がれるが、その次の F5 戦闘機開発は純国産でできそうです。もしかすると横浜のガンダムが動き出すかもしれませんね。今実験中です。防衛省が2035年に退役開始が予定されている国産の F2 支援戦闘機の後継機として開発を進めている次期戦闘機は2018年平成30年策定の31中規模で開発が決定され、2020年令和2年三菱重工が開発主体となって、三菱電機、 IHI、 川崎重工業、スバル、東芝、富士通、日本電機、NEC の7社が参画することになり、三菱重工業とスバルに、川崎重工業が、機体の開発を担当し、エンジンは、IHI が担当、三菱電機が、電子戦装備を制御するミッションシステムを、東芝、富士通、日本電機、NEC が、レーダーを含む電子機器を担当するなどして、200人超の体制で開発が進められていた。そして、2022年、令和4年、12月9日、日本、イギリス、イタリアは、グローバル戦闘航空プログラム、GCAP プロジェクトとして、日本の次期戦闘機開発計画とイギリス、イタリア、スウェーデンが共同開発を進めていた、BAE、システムズ・テンペスト開発計画を統合し、次世代戦闘機を共同開発することを発表した2023年3月時点で、スウェーデンは不参加。日本では、次期戦闘機開発計画と同じく、三菱重工が主契約者となって、機体、IHI がエンジン、三菱電機が電子機器を担当することになり、イギリスは、BAE システムズが機体、ロールス・ロイスがエンジン、レオナルド S.P.A. のイギリス法人が電子機器を担当し、イタリアからは、レオナルド S.P.A. とアビオエアロが開発に参加して、ミサイル開発には MBDA も参加することとなった。このプロジェクトによって、2024年頃までに、各社の詳細な開発内容や費用負担を明確にした上で、2030年頃の生産開始を目標として、2035年に初号機が配備される予定とされている。この次期戦闘機のエンジン開発については、今後、イギリスのロールス・ロイスと日本の IHI のそれぞれが開発した技術を持ち寄り、330億円をかけて、新たな実証エンジンを製作することで合意していて、共通のエンジンが完成すれば、テンペストと次期戦闘機の両戦闘機の開発費については、数千億円もの巨額な経費節減が可能になると見られている。そのエンジン開発の基本となる技術は、ロールス・ロイス側で開発を進めてきた、将来戦闘航空システム技術構想、FCAS、TI、フューチャー、コンバット、エアー、システム、テクノロジー、イニティアティベと、IHI が、プロトタイプを製作した先進実証エンジン、XF9-1 である。ロールス・ロイスでは、まだ、実証エンジンの製作には至っていないが、IHI が、独自に開発を進めた、XF9-1 は、純国産のジェットエンジンとして、2018年6月に、プロトタイプが完成しており、防衛整備庁航空整備研究所に納入されて、性能試験が実施された。XF9-1 エンジン開発のコンセプトは、スリム化と大出力の追求であるが、これは、このエンジンが搭載される次期戦闘機のステルス性能を向上させるために、ミサイルなどの兵装を、機体のウェポンベイに格納することや燃料搭載量を増やすために、機体内の燃料格納容積を確保する必要があり、大出力でありながらかつ、スリムでコンパクトなエンジンを搭載することが求められたためである。このコンセプトは、テンペストもまた同様であり、
両戦闘機のエンジンに関わる要件はまだ統一されていないものの、両戦闘機ともステルス性能を高めることが求められるほか、大出力とするのは推力を稼ぐだけではなく、高度なアビオニクスを支える高性能な電子機器の大きな電力消費を支える電力供給源として、空飛ぶパワーステーション、パワーステーション、イン、ザ、スカイであるべきとの考えに基づいている。IHI が提供する XF9-1 のプロトタイプのサイズは、アメリカ空軍の F-15 イーグルに搭載されているプラット&ホイットニー社製の F100 エンジンとほぼ同じサイズでありながら、推力は最大で15トンを発揮することが試験で確認されていて、これは米空軍の主力戦闘機である第5世代ステルス戦闘機 F-22 ラプターに搭載されている同軸プラット&ホイットニー社製の F-119 エンジンと並ぶ出力である。また F-119 とのサイズを比較すると、 F-119 が全長 5.16 メートル、直径が 1.168 メートルであるのに対して、XF9-1 は全長 4.8 メートル、直径1メートルであり、いかに XF9-1 がかなりコンパクトなサイズに仕上がっていることがわかる。この XF9-1 のサイズと性能については、アメリカやイギリスのエンジニアの間で、驚きとして受け止められていて、今回の共同開発の話が短期間に進められたのは、日本側が XF9-1 のプロトタイプを完成させていたことが大きいと言われている。XF9-1 は、高圧軸と低圧軸の2軸を持つ、アフターバーナー付き低バイパスヒターボファンエンジンに分類され、圧縮機前段部まで強度の高いチタン合金を使用しているほか、繊維強化プラスチックやセラミック元複合材料、セラミク、マトリックス、コムポジテス、CMC を使用することで、エンジンの軽量化を図った。さらに、タービン部についても、CMC、屋体熱性の高い先進金属材料を用いることによって、少ない冷却空気流量でも、エンジンが必要な推力を発揮できるよう設計されていて、ステルス性能に大きな影響を与えるテイクダクトの流路断面積の低減や、ダクト長の短縮に貢献している。コア部分には、高圧軸として、コンプレッサー6段とタービン1段があり、この前後に、ファン3段とタービン1段の低圧軸がある。そして、その後部には、アフターバーナーと推力変更ノズルが装着され、機体の機動性向上が図られ、コア駆動ギアボックスには、大電力を発電するスタータージェネレーターが装着されている。タービン入り口温度は 1800°C に達するとされ、この 1800°C という温度は、ニッケル系超合金の融点 1400°C を大幅に超えるもので、ジェットエンジンにおいては、この温度が高いほど、高性能なエンジンとされ、XF9-1 のタービン入り口温度は、世界的に見ても、トップクラスと言える。これには、ニッケルコバルト元の国産の4製炭造ディスク材を用いた高圧タービンディスクや、国産第5世代ニッケル単結晶超合金製タービンブレード、タービン部への新素材 CMC、セラミック元複合材料の使用、耐寒強制コーティングが採用されたこと、さらには、ブレードの空機構による保護層の形成などの材料技術と流体解析技術の流用が大きく貢献している。XF9-1 とロールス・ロイスが開発を進めているテンペスト用のエンジンは、共にアダプタイブ・サイクル・エンジン、アダプテイブ・サイクル・エンジンであるが、これは離陸時、上昇時、巡航時、戦闘時などの飛行条件に合わせて、エンジン内をバイパスする空気流を3段階変更することで、バイパス比とファン圧力の比を調整するエンジンのことで、これにより、エンジンの推進効率と、
燃費の向上が期待され、さらに、外側の3層目の空気流によって、冷却能力が向上して、エンジンの熱管理が容易になる。ファン排気流は、巡航時には、コアケース外側のダクトを流れ、高速時には、コア内に排気流を導いて、推力増加に利用し、外周の複数のダクトは、ファン出口からの3層目の空気流を流し、推力を得るとともに、エンジンを含む各所の冷却に使われる仕組みだ。また、2019年6月に開催された、パリ国際航空ショーにおいて、XF9-1 エンジンでは、推力変更ノズルの装着を想定して開発中であることが公表されている。XF9-1 においては、2016年度から2020年度まで、推力変更ノズルを装着して使用した場合の高運動性、ステルス性の確保などを目的に、推力変更ノズルに関する研究が実施された。この推力変更ノズルとは、ジェットエンジンやロケットエンジンにおいて、飛行中に、噴流の向きを変えて、推力方向を変えることによって、飛行中の軌道に変化をもたらす装置であり、垂直離着陸が可能な VTOL 機には必須の装置で、古くはハリアー戦闘機に装着されていて、現在ではアメリカ製の垂直着陸、短距離離陸、ストーブル機である F-35B、ライトニングに、使われており、この装置の装着が実現すれば、次期戦闘機において、F-35 のように、通常離陸型だけでなくストーブル機も開発される可能性を秘めている。ここまでにおいて、RR の FCAS、TI は未完だが、同社のエンジン開発における技術力や実績は定評があり、IHI の XF9-1 は、実証エンジンが完成している強みがある。この両社の協力により、アメリカが開発中の次世代戦闘機用エンジン XA100 や XA101 に勝るとも劣らないエンジンの登場が期待されている。自衛隊基地やアメリカ軍の航空機離着陸訓練基地を建設予定の島が鹿児島県馬毛島です。この馬毛島に作られる滑走路や港湾施設などのイメージが公開されました。今回はこのイメージ図をもとに馬毛島について見ていきたいと思います。2021年8月6日、アメリカ軍機訓練及び自衛隊基地を建設予定の鹿児島県西之表市の馬毛島に整備する港湾施設などの基地施設のイメージ図を公表しました。このイメージ図によると、従来公表してきた滑走路や島内施設に加えて、出雲、片護衛艦などの入港用施設として仮設桟橋3本などを設けた大規模な感染係留施設も建設することになったようです。馬毛島について説明しますね。大隅諸島に属するこの馬毛島は、鉄砲伝来の地として、有名な種子島の西方 12km に浮かぶ島です。面積は 8.2。周囲 16.5km の小さな島で、大半が、平地で平らな無人島です。2005年、平成17年の国勢調査によると、かつて馬毛島を所有していたタストンエアポート社、当時は、馬毛島開発の従業員15人が住民登録されていて、
有人島扱いになっていました。それから15年も経っていますから、状況は変わったようです。国勢調査の2年後の2007年頃より、馬毛島は、アメリカ海軍第7艦隊の空母艦載機の陸上空母艦載機離発着訓練、FCLP の候補地として注目されるようになりました。そして、国勢調査より5年後の2010年、平成22年、防衛省が、馬毛島を自衛隊施設として使用すると決定、滑走路の整備をして、航空基地だけでなく上陸演習場、事前集積拠点として利用することに加えて、災害派遣時の物資集積場としても使用する計画を立案、種子島などで地元説明会を行っていました。翌2011年には、馬毛島開発のオーナー一族によるトラブル、社名が変わったタストンエアポート社による滑走路建設開発などが原因となり、数々のトラブルが発生していました。同じ日本の北では、最悪に苦しんでいた人々がいましたが、南では巨額が動くことによってトラブルが起きていたというわけですね。同じ国内のこととは思えないような断絶感です。さて、日本政府はアメリカ海軍の FCLP 訓練候補地として、馬毛島を日米安全保障協議委員会2+2の公文書に表記しました。2018年、平成30年には、防衛省が馬毛島を海上航空両自衛隊拠点として使用する方針を発表。翌2019年にタストンエアポート社との売買契約が合意に至り、着々と計画が進められている模様です。計画では、出雲、片越間に艦載予定の F-35B 戦闘機は宮崎県のニュータバル基地に配備されることになっています。馬毛島をこの F-35B の離発着訓練に利用し、さらに、海自の鹿屋や、基地の P-3C や空自新田原基地の F-15J を展開させるだけでなく、沖縄本島の航空自衛隊那覇基地に配備されている F-15J を、有事の際には、分散配備する先として利用することも、計画とされているそうです。防衛省は、当初計画に沿って、アメリカ軍空母艦載機の FCLP にも活用するとして、空自の F-15J を使用して、FCLP に使用する滑走路付近での騒音測定を、2021年5月に行いました。その測定結果を公表した上で、各自治体に対して説明を実施したのです。馬毛島を管轄するのは、種子島の西の表市です。ここでは、2021年1月に市長選挙が行われ、基地整備に反対する矢板氏が、わずか144票差で当選しました。この結果に、馬毛島の計画推進を懸念する声があるのですが、西之表市議会は、自衛隊施設誘致に賛成の姿勢を示していますから、今後は、市長&反対派市議 VS 推進派市議の動きに、注目が集まっていると言われています。なお、種子島島内の3市町村のうち、中種町と南種町では、自衛隊施設整備に、賛成派が多数を占めているそうです。防衛省は、海上、航空そして陸上自衛隊それぞれに、馬毛島での各種訓練を計画しているそうです。隊員は、150から200名で常駐させる予定です。そのために種子島に宿舎を建設して隊員と家族を居住させることにしています。施設の保守管理に必要な最低限の隊員以外の基地隊員は種子島の宿舎から定期船などを利用して通勤することになるだろうということです。首都圏以外の日本各地で問題になっている過疎は種子島でも例外ではありません。基地施設ができれば1000人近い
若い世代の人口が増えることになるはずです。それは、地域の活性化には望ましいことですし、基地や宿舎で必要な食料品や生活必需品は、当然地元で購入されることでしょう。そうすれば、島内経済の活性化に大きく貢献すると思われます。種子島全体としては、自衛隊施設整備を歓迎する空気が強いと見られているのは、そのためです。8月6日に発表された、防衛省の馬毛島基地のイメージ図で印象的なのは、前述の通り、島東側の海岸線に予定されている船の係留施設です。これによって、19,950トン、全長248メートル、全幅38メートルの出雲、片越え艦が、接岸や入港も可能になるのです。この係留施設は、桟橋の他には、防波堤や消波下げが建設される予定です。これらは、大量の物資搬入や人員、燃料の海上輸送には、必要不可欠なもので、沖合 1300m の距離まで延伸されるということです。さらに滑走路に沿って、駐機場スペースと関連施設、管制塔などが建設される飛行場支援施設、訓練施設などの他に、航空規格納庫、燃焼、弾薬庫、揚陸施設なども、イメージ図には配置されているのがわかります。馬毛島は、海抜最高点でも 71.7 メートルしかない平坦な島ですから、横風対策として滑走路が2本建設され、風向きに関係なく航空機が離着陸できるように考慮されています。馬毛島は、もともとはアメリカ海軍空母の FCLP 用の施設としての利用目的が最初にありました。横須賀を母港とするアメリカ海軍第7艦隊の空母ロナルド・レーガンは、乗組員の休養や補給整備のために、年に数ヶ月は横須賀に寄港していますが、その間に、艦載機パイロットは、空母着艦資格維持のため、陸上飛行場における FCLP の実施が義務付けられているのです。平時は、おおむね、年に1回ないし2回の訓練が、5月か8月に実施されていて、1回の訓練は10日間ほど昼夜の区別なく実施されるそうです。かなりハードですね。この FCLP は陸上の滑走路を空母飛行甲板に見立ててタッチ&ゴーを繰り返す訓練ですから、特に夜間に行われる夜間、離着陸訓練では騒音問題が多発し、住民も防衛省双方にとって苦いものでした。日本国内では、第7艦隊の空母艦載機が、厚木基地と横田基地などと併用で実施されていましたが、騒音問題によって、1991年、平成3年、8月からは、小笠原諸島の硫黄島基地で行われるようになっていたのです。硫黄島は日本から遠く離れていますから、騒音問題は解決されたのですが、問題は移動距離です。アメリカ海軍は厚木基地から硫黄島基地まで 1000km もの距離があるため、パイロットの疲労や航空機の疲弊、燃料消費などによる経費増大など不満を持っていたそうです。2017年には空母艦載機が山口県の岩国基地に移転したのですが、それでも岩国から近い代替地での FCLP 実施を要望していたのです。多額の費用も負担させておいて、訓練場所に不満たらたらというわけですが、余分にかかった経費は日本へ請求するのですから、日本にとってはどうあっても金を取られるという感が強いと思ってしまいます。岩国基地から近い代替地ということで浮上したのが、馬毛島だったのです。馬毛島の面積の 99.6% は、
国が購入したようですが、残り、わずかな面積は、かつて島民がいた頃に建設された学校などで、ここは、西之表市が所有する土地です。これをもって、八板西之表市長をはじめとする、反対派が、私有地を拠り所として、反対意見を表明しています。また、島の固有種である、マゲシカの絶滅危惧を訴えることで、自衛隊施設建設を拒絶することも想定されています。しかし、種子島内の2町や鹿児島県が、施設整備に、賛成の態度を表明していることもあって、地元である西之表市の反対は、大きな障害とはならないと考えているようですね。防衛省が、ついに、一二式地対艦誘導弾の延伸技術を、1年前倒しとの決定発表したとの情報をキャッチしました。今回は、この和製トマホークとも言われる一二式地対艦誘導弾改めを詳しく見ていきます。一二式地対艦ミサイルは、射程なんと200キロでした。それを、三菱重工が改良を重ね、ようやく、1500キロへと延伸技術を確立。ます。マジで、やばい三菱重工。日本の防衛力強化に必要な会社へと変貌を遂げましたね。2023年12月15日、現在の日本の岸田内閣の木原防衛大臣は、2026年度からの実戦配備が予定されていた一二式地対艦誘導弾等の能力向上型を1年間前倒しし、2025年度からの配備とする旨を記者会見で表明した。オリジナルの一二式地対艦誘導弾等は、その名称が示す通り、2012年より陸上自衛隊の部隊において調達が行われている兵器で、その最大有効射程距離は、およそ 200km 弱と、決して長距離打撃兵器とは呼べない。この一二式地対艦誘導弾等は、装輪式の車両の後部に、ミサイルの本体の発射塔を搭載する形式の兵器であり、その使用は、自発型と呼称される陸上装備で、陸上から敵の艦艇の接近を阻止する目的で配備が進められている。現状の一二式地対艦誘導弾等は、訓練用に、陸上自衛隊の富士共同団の特化共同隊に配備されているほか、奄美大島の瀬戸内分田室地、熊本の県軍駐屯地、そして沖縄の宮古中駐屯地、石垣駐屯地に配備されている。このように、オリジナルの一二式地対艦誘導弾等は、中国の軍事的圧力の増大に呼応して、九州の各地に実戦配備が行われている状況であるが、これは、ひとえに前述した射程距離の短さゆえに分散配置を強いられているゆえだと思われる。これに対し、改良型である一二式地対艦誘導弾等の能力向上型は、最大射程をまず 900km ほど、そして、最終的には、およそ 1500km ほどと大幅な延伸を行うことが予定されており、事実上は新型のミサイルと言っても過言ではない。さらに、一二式地対艦誘導弾等の能力向上型では、地上発射型の自発型にプラスして、航空機から運用する空発型、艦艇に搭載して運用する艦発型への発射母体の多層化が盛り込まれている点もポイントとなる。これによって、一二式地対艦誘導弾等の能力向上型は、陸海空の3自衛隊において、各々が運用する洋の長距離打撃力を有する追艦兵装となる見込みであり、将来の国産長距離ミサイルの代表格に位置づけられることとなるだろう。今回、一二式地対艦誘導弾等の能力向上型が、当初の予定よりも1年間早い前倒し配備が打ち出されると、例によって、日本国内の大手マスメディアの報道の一部で、さも日本が軍事大国化しようとしているかのような報道が躍った。
これは、一二式地対艦誘導弾等の能力向上型が、現行のオリジナルに比して、飛躍的に、その有効射程を延伸することから、自衛隊の装備として許された自衛の範囲の兵器としての範疇を大きく逸脱し、敵基地攻撃能力として機能しかねないというお決まりの批判だ。昨今の各国のミサイル兵器の長射程化は、ここ近年でも、これまでの歴史上で類を見ないほどの速度で進行しており、従来の物差しで測ることが、いかに無意味であるのかを全く考慮していない典型例といえる批判だろう。今も、進行中のロシアによりウクライナ侵攻を俯瞰してみても、ウクライナ側の苦戦の大きな要因の一つとして、長距離打撃兵器の不足が挙げられることは自明の理であり、特定の人々には、その残酷な現実を直視する能力が欠けていると思わざるを得ない。一二式地対艦誘導弾等の能力向上型の配備の1年間の前倒しに先んじて、日本政府は、すでにアメリカから調達するトマホーク巡航ミサイルについても、同様の措置を取ることを表明しており、その危機意識は伝わってくる。日本のトマホーク巡航ミサイルの調達に関しては、残念ながら、すべてが当初予定していた最新型のブロック5ではなく、半数の200発は、全バージョンのブロック4となる模様だが、幸いにも、射程距離に関しては、大差のない 1600km ほどと見差されている。トマホーク巡航ミサイルは、アメリカの現レイセオン社が生産している兵器だが、西側諸国製のこの手の兵器としては、最も実戦で使用され、その有効性を示すとともに、1980年代の開発時から、幾度となく新型にバージョンアップされている。したがって、その兵器としての信頼性は、西側諸国製の巡航ミサイルの中でも群を抜いて高く、実戦での使用も、1991年の湾岸戦争、1999年のユーゴスラビア紛争、2003年のイラク戦争等で行われ、高い有効性を示し続けてきた。こうした状況を受けて、2004年頃には、日本の海上自衛隊においても、当時の中期防衛力整備計画、2022年に防衛力整備計画に改称で取得を目指す動きがあったと、今日では伝えられている状況である。それから9年が経過した2013年頃、日本側は、当時の中期防衛力整備計画の策定に照らして、仮想敵国の長距離打撃兵器、大陸間弾道弾等への対処を施行する中で、トマホーク巡航ミサイルを、その有効な戦力と再認識したと言える。そこで、日本側は、当時のアメリカ政府に、トマホーク巡航ミサイルの取得を政治的に打診したと言われているが、この時期のアメリカ政府は民主党のオバマ政権であったが、日本の情報セキュリティ体制の不備を懸念して却下したとも伝えられている。これは、今から見れば、わずか10年ほど前のことであるが、そうした当時の日本の情報セキュリティ体制の不備以外にも、当時のアメリカ政府は、政治的に、中国や韓国といった日本の近隣諸国からの反発が大きいことも考慮したと言われている。こうした逸話が 100% 事実であるか否かの検証は望むべくもないが、少なくとも、2013年前後のアジアにおける軍事的な状況は、アメリカをして、同盟国たる日本に、トマホーク巡航ミサイルの供与を躊躇させる時代だったと言ってよいだろう。そこから、10年で、中国軍の軍事力の強化は著しく進み、ことに、長距離打撃兵器としてのミサイル技術の進展と実戦配備は、予期されたペースを大きく上回る速度で進み、アメリカ側の考えも大きく変化したと考えられる。現在、日本が、一二式地対艦誘導弾等の能力向上型や、アメリカからのトマホーク巡航ミサイルの取得を促進する政治的な権付けは、いわゆる安保関連の3文書と言われるものを、時の政権、内閣が承認することで実行に移す仕組みとなっている。いわゆる安保関連の3文書は、上位のも、から国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画の順番で成り立っており、一二式地対艦誘導弾等の能力向上型やトマホーク巡航ミサイルについては、最上位の国家安全保障戦略の取り組み事項に属する。
国家安全保障戦略では、これら一不確き地対艦誘導弾等の能力向上型やトマホーク巡航ミサイル等の長距離打撃兵器を反撃能力としてのスタンドオフミサイルに位置づけており、今の時代に即した抑止力の保持に必要だと謳っている。この反撃能力という表現は、かつては敵基地攻撃能力と政治上では表現されてきた経緯があるため、大手のマスメディアで多数語られているように、戦力の不保持を憲法に明記してきた日本の国情とあり方に反するという批判が絶えない。そうした批判をかわす意味もあり、現在の日本の政権は、敵基地攻撃能力を反撃能力と言い換えることで、その推進を政治的に進めている感は拭えないが、今の時代、防御用の兵器のみで、国防に必要な要件を達成させることは困難である。そのため、万が一に、日本が、今後、他国からの武力行使にさらされないように、それを抑止するために長距離打撃兵器を保有しておくことが求められているわけなのだが、この理屈を国民の大多数に浸透させる試みは未だ不十分に思える。くしくも不幸にして発生してしまったロシア・ウクライナ戦争における教訓を挙げるとするならば、借り物の兵器で自衛戦争を戦うことはやはり困難であり、できる限り国産兵器の供給力を高めておくことは必然だという点だろうか。幸いなことにウクライナと異なり、日本は島国に海洋国家であるため、敵国の軍が大規模な兵力を持って上陸してくる事態は地理的に困難だろうが、敵艦艇の接近拒否を図る兵器は数を揃えておくことは必須と言えるだろう。